問早押しイラスト大辞典。会場にお越しのお客さん50人に今回はピから始まる絵を描いていただきました。5つの題名ピ、ホニャララをお答えください。制限時間内に全て正解すれば賞金ボードを2枚めくることができます。早くピ描いてくれたよ。ピピですからね。ピさあ行きましょうか。はい、狭間さん、3番ピッコーン。あんたあんたピッコーン。あんたピッコーン。いやだから最初ピッコーン。あ、最初言ったんですか。ピッコーン、あんたピッコーン。もう一度整理して言ってくれますか。あんた、あんた、全然できてないよ。なんでピッコーンやめたんですか。整理できてないよ。ピッコーン、あんたピッコーン。はい、違います。じゃあ、あ、ほら、2番。2番ピヨヨヨヨヨン。いや、あの、これね、お客さんに書いてくれて、これピヨヨヨヨンっていうの出すわけないでしょ。気をつけてくださいね。わかりました。はい、どうぞ。4番ピザ始めました。結構あの、まともですよね。ミーザン見えます。どこで調子良かったんですか。いや答えに行ったんならいいんですけど。いやピヨヨンとかピッコンとか言って怒られたから。それで訂正したんですね。手に行こうかな。早いですね、修正。修正が早い。この修正の早い。ピザ始めました。いや、すごい。答えに近いやん。さあ、どうぞ。はい、行きましょう。4番ピョンヤンのゴマでかいよ。いいよ。ピョンヤンのゴマでかいよ。ピョンヤンのゴマはでかいよ。ピョンヤンのゴマでかいよ。ピョンヤン、ご、言い方違うね。え、答えが違う。え、あ、違ってるんですか。答えです。すいません、言い方、俺がちょっと言いそうでごめんなさい。はい、彼女。わかりました、4番ピョンヤンの団子でかいよ。何言ってるの。引っ掛けだよ。はい、コンフード。4番ピョンヤンの鼻くそこんなに高いだろ。ピョンヤンもう禁止です。ピョンヤン中国じゃないし。あんたら中国名前でやってらっしゃいますけど、ピョンヤンは中国じゃないから。さあ、行きましょう。はい、井上。1番ピスタチオ入った。入ってません。ホームランみたいに言うな、お前。河本。1番ピーマン鼻から出そうとしてこの子が。あ、無理からギャグを掘り込むのは禁止します。無理からですから、それ。無理からやもん。自然と入ったらいいけども。自然とでき。あ、さあ、どうぞ。こちらです。モノマネ。みんなラップで抽選の結果、クイズの挑戦者は庄司さんとクリームシチュー有田さんに決定。有田さんのモノマネを見て、それが誰かを当ててください。高田さんのモノマネはね、日本一うまい有田、はい。あとはもうね、天竜さんもあるしね、はい。天竜さんの中でプロレスは天竜さん。いや、本当だ。それって言っても天竜さんもすごい、もうパシュレですね。え、ジャンプはどうすかパシエって言ったらなんかすごい思って、ありがとうございました。さすがにありがとうございましたっすか。これ天竜です。でもプロレスラーが出てくれば難しい、これ。え、いくで、よーい、スタート。カムントニャン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 、カムントニャン。コマーシャル出てる子。それや、もう、上原彩子ちゃん。じゃあ、これ名前しないよ。名前パスパスパス。本当ね、国は天竜。天竜、いや、国はあるんですけども、ね、引退させてもらいます。朝青龍。
本当にもう滑るだけ滑ったんで、もう庄司、上村愛子ちゃん、庄司、上村愛子ちゃん、上村愛子ちゃん、セーフ。いや、滑ったから庄司と俺答えてるんだ、ごめん。自分はね、一切、そういう政治献金のようなものはいただいておりません。お、小沢一郎。はい、はい、はい。I'm sorry, お任せ、お任せ、小倉さん、お笑って許す、笑子さん、それではメンバーをご紹介しましょう。まずは村上庄司さん、最後にクリームシチューのお二人です。いや、いつもいつもね、このメンバーでやっていただきますけど、今ほとんど見たら豪華豪華なパネラーたちっていうことやな、これ。いやいやいや、そんなことは、ありがたいことで、なかなか集められないですよね、これは。いやいやいや、一人一度も集められる人。ごめんなさい。ほら、忙しいね、今、焼き鳥屋と村上食堂で。あのね、ワニ胸噛むよ。ほら、いや、花子もこれウニつけて。紫や。誰が色入れ言うてんの。誰が色入れ言うてんの。肌の艶も良くなったんだよ、花子。当たり前やねんて。あの方々です。どうぞ。第6回芸能人替え歌王決定戦にて、大ヒット曲「あずさ2号」に乗せ兄との不仲を替え歌にして披露した狩人高道。6時2分の小町今回は自身も参加中の70年代にヒット曲を持つ人たちがステージを彩る同窓会コンサートの中から、高道がえりすぐりの仲間を率いて登場。まず一人目は、誰よりも君のこと。1974年、この後安倍静江のあの名曲が。これはこれは素晴らしい、そうそうたるメンバーが揃っていただきましたですね。おかげさまで。はい、でもリリーズ、はい、モニター見るの目細めのやめてたじゃないですか。やっぱりね、最近ちょっと来てるんです。そりゃそうでしょう、はい。まあ、現在の年齢聞いてもいいんでしょうかね。はい、おいくついらっしゃるんですか。現在64歳。えリリースは、はい、2人合わせて108歳です。はい、54歳。はい、はい、いやいや、54歳がこんな格好して可愛いだし、そしてモニターを目細めながらこうして。うわ、懐かしい。阿部さん、どうも。どうも、ご無沙汰しております。ご無沙汰してます。年齢ですか。意見聞きません。63歳です。体重は8000。うるさいってどういうことなんですか。これが新幹線でおった時より。さまちゃん、ちょっといいですか。それはね、育ったと言ってください。育った、はい、育ち盛りなの私。あれ本当によく育ちになられて。はい、おかげさまで。まだ3歳だから60歳で一応リセットしたんで。ほんまに新幹線で偶然降りたんですよ。お母さん、今場所どうでしたって聞いてしまいました。どうせ、相崎さん、はい、うわー、網で網で出てる。網で、はい。相崎、今おいくつになられたんですか。58。
そうかそうか、はい、相崎さん俺より年下やったか。1個ぐらいです。2個、はい、あ、1個か、今59ですから。そして僕は55と、あの兄貴と同い年です、相崎さんは。あ、そうか、そう、デビュー何歳だったんですか。デビューは17です、私。あれ17歳ですか。はい、渋い渋い、まあ、歌がね、ちょっと大人の歌でしたからね。ねえ、はい、いやいや、三谷先生もこうたまらないでしょ。そう、だからもう皆さん懐かしいね。ハグしてたんですか。ちょうど私がうんとこどっこいしょつばきを出したときうんとこどっこいしょつばきという曲、はい、あ、知ってらっしゃるんですか。はい、うんとこうんとこどっこいしょっていう感じのでしたよね。さすが、さすが安倍先生。おかげさまで。さすが安倍先生。おい、安倍さんだけマイク小さいぞ。ごめんなさい。本当にね、夜道だけは気をつけた方がいいと思うわよ。